なんかさっき麻布十番歩いてたら、なんかもう外暑くて、なんかまあコンビニ入ったんですけど、まあ俺暑さに強いから別に入らんでもよかったんけど、なんかまあね、念のため入ったんですけど、で入ってミネラルウォーター買いまして、まあシリカの成分多いやつ選んだんですけど、でシリカが一番含まれてるであろうミネラルウォーター選んで、ほんでレジ行こうとしたら、まあ普段全然見ないんですけど、本置いてるところパッて見たら、なんかそのヤングアニマル置いてて、でちょっと買ったんですけど、なんかそのヤングアニマルっていうのはいつもまあ漫画で注目してて、で何があったっけな、なんかレスキュー系のね、漫画が確かあったよね、レスキュー系のなんか漫画があって注目してたんですけど、僕は目次あれ、二人エッチあるやん、二人エッチあれやん、なんかみんな言ってたな、なんか俺見たことないけど、なんか言ってたな、二人エッチ呼んでんちゃうみたいな、なんかあったな、確かに、なんか俺も全然わからんけど、どういう話かっていうのは、なんやねん二人エッチって、それただのエッチやんけみたいな思ってたけど、そう、まず一人エッチがね、あんますることないから、だから普通やなとか思ってたら、覚えてるわ、それまだやってんねん、すごいな。あ、これやろ、神明のレスキュー、これ俺結構好きで、だからこれをちょっと読もうと思ってちょっと買ったら、なんかたまたまポンユズ、なんか佐伯ゆずはって書いてて、なんかびっくりしました、正直。でしかもあれやん、たまたまあれやんね、今日発売やってんのこれそう、2023年7月28日発売って書いてて、いや、やっぱあんねんな、そういうの、なんかないとは思ってたけど、なんかそのたまたまなんかあってびっくりして、そうそう、まあまあそんなんいいんですけど、その人名の歴史区ね、そう、神明のレスキューだよね、そう、めっちゃ好きでね、ちょっとどこにね、あるね、目次がちょっと、ね、どこや、うん、どこや、マジでわからん、正直。まあいいや、うん、口がちょっとなんかな、うわ、なんかでもあれやな、目次も探すのもいいけど、なんか佐伯さんが結構こうページ閉めてるね、たまたま閉めてるわ、うん、あ、でもすごいな、やっぱアートやな、これ誰カメラマン、マジで気になるわ、カメラマン誰やろ、あ、書いてないかもしれない、え、男、どっちやろ、前か、すごいな、ほんまに成長感じるね、ほんまに、やっぱなんか親の目線になってるような、そう、なんか娘を見る目というか、そうそうそう、なんかそういう目で見られへんな、なんか娘をなんか感じて、うん、なんかあ、なんかクリアファイル入ってんねん、うん、レスキュー、レスキューできんのこれ、今回も
田祐樹さん。ゆうべの君。でもクリアファイルあれやな、正直ちょうど欲しかってんな。このデザインがどうとかじゃなくて、ちょっとね、資料挟まなあかんから、そのデータとかいっぱいね挟むやつあるから、ちょうどよかったわ。ちょっと今グアニル酸とイノシン酸とグルタミン酸とコハク酸ってね、うまみ成分4つありますけど、その組み合わせをその食物によってどう組み合わせたらいいかみたいなやつを結構まとめてて、それのなんか、そうそう、公式みたいに作ってて、それの資料まとめるのにちょうどいいの。この挟んで持っていきやすい。このほくろ、ほくろとか、付録いいね。があるのはいいですね、私もね、うん。